こんにちはいつもご視聴いただきありがとうございます漫才日本一を決める M1 グランプリ2024準決勝進出者がついに先日発表されましたそこで今回の動画では注目の組や波乱の結果について深掘りしていきます今回はなんと過去最多の1万330組エントリーですねこの中から準決勝進出を果たした30組が決定しました 準決決勝進出を決めたののはこちらの30組真空ジェシカマユリカカベポスタートム・ブラウンヤーレンズ家族チャーハン19人金魚番長ナイチンゲールダンスエバースドンデコルテ獅子頭カラタチ大宅、羊寝入り令和ロマン例えば炎オズワルド風数や、今夜も星が綺麗、ママタルトインディアンス豆鉄砲男性ブランコダンビラムーチョタキオン豪快キャプテンバッテリーズジョックロックスタミナパン はい、つまりこちらの皆さんは少なくとも12月22日に ABC テレビテレビ朝日系の24局で放送される決勝戦または事前の敗者復活戦というお笑い会注目の1日にどこかしらで出演することになりますね。この中から私が特に注目ししているコンビをご紹介しま,すまずは注目の常連組と言ってもいいであろう皆さん令和ロマンは2連覇なるか。 真空ジェシカは、四年連続のファイナルを狙います。例えば、ですよ。二千二十三年まで三年連続の決勝進出を果たしている真空ジェシカね。また、二千二十一年の m－i で準優勝だったオズワルド。さらに、昨年の準優勝のヤーレンズもいます。そして、そして、m－i 史上初の連覇を狙う。令和ロマンと。 過去にはねフットボールアワーが優勝から3年後に出場したりとかノンスタイルやパンクブーブーといった歴代王者たちが優勝の翌年に連覇を目指して出場していたんですけどいずれも V2 連覇は成し遂げていません。令和ロマンが史上初のの快挙をを達成して、お笑い界にその名を残すことがでできるんでしょうか。こういったコンビがねここまで駒を進めている辺りは、まあ、順当と言える結果じゃないかなと思うんですね。 次に新顔期待の若手と言えるコンビの中から M1 の公式 YouTube チャンネルのネタ動画を見てきた私が特に推しているコンビをご紹介します。例えば、例えば炎です。こちらね、例えば炎っていうのがコンビ名のようなんですよね。M1 公式サイトによると2020年結成という比較的コンビ歴の短い若手コンビじゃないかなと思うんですね。次にジョックロックのお二人。 公式サイトによると2022年結成、1998年生まれの裕次郎くんと1987年生まれの福本優勝君による11歳差コンビだそうなんですね。そしてスタミナパンのお二人です。M1 公式サイトによると結成は2014年と、まあ、この注目コンビとして紹介する中では長めではあるんですけど、今年ついに決勝かと目しているコンビの中からのご紹介です。 スタミナパンという名前なんですけどマーボー君とサラリーマン風ないでたちの年田隆秀君によるコンビですねこういったブレイクの兆しを見せている若手にも注目したいところです <coughs> そしてもはやお笑いファン界隈では今年も来たねと言ってもいいくらいの話題の組でしょうかねこちらの3組もご紹介ですまずは風数や 独特のテンポとといいううかか世界観というかね、毎年 m 1の予選を独特なスタイルで引っかき回しているお二人なんですけど今年は晴れて決勝進出となるんでしょうか次にママタルトですゴールデンタイムのバラエティ番組でも見かける機会が増えてきたお二人ですよ漫才の舞台でもその強烈なキャラクターを打ち出して決勝に進出できるでしょうか そしてナイチンンゲールダンスですねお笑いファンの間ではここ数年の決勝進出してほしいコンビとして毎年のように名前が挙がっているうちの一組かもしれませんねこれらの独自のスタイルを持つコンビの挑戦にも期待していますどの組も実力派揃い今年の準決勝かなりレベルが高そうですねさてと 準決勝進出を果たしたコンビがいる一方で残念ながらここで敗退となってしまうコンビもいるわけです中には過去の m 1で決勝進出を果たした有名コンビのほか今年こそは決勝へと期待されていた注目コンビなども含まれていましたそちらも触れておきましょうかねまずは特に衝撃だったのはこういったところでしょうかねミキやロングコートダディといった過去の決勝で最高位3位だった2組ですね ミキに関しては結成間もない頃からショーレースに名を連ねていて M−1 優勝を早い時期から期待されてきたコンビでもありますまたロングコートダディに関しては今年がラストイヤーなんですよね他にもキングオブコント王者のビスケットブラザーズのほか影山米田2000そういった実力者たちも準決勝を前に敗退となってしまいました SNS とかではねお笑いファンの間でラストイヤーのロングコートダディがここで敗退かと キングオブコント優勝のビスケットブラザーズも落選とは m 1は別次元だなみたいな今年の m 1何があるかわからないみたいな声もあったんですねただしファン投票によるるワイルドドカードっていうものがあるんですでそのワイルドカードで復活の可能性もまだまだ残されているんですねなので11月28日時点で、まあ、ちょっとこう準決勝進出の中に名前がなくてもまだ可能性はゼロではないと はい、ワイルドカードの結果は12月2日に発表されて一旦準々決勝で敗退となったコンビから1組が準決勝に復活できるとのことです。そここでで誰がが勝ち上がってくるかも注目したいところですねさあいかがでしょうか皆さんは先日発表された m 1グランプリ2024の準決勝進出者についてどう思うでしょうか。よろしければ誰々が準決勝に進出して嬉しいとか。 だが落ちててしまっっ残念だなとか、まあ、そういったご意見ご感想などコメントいただけると嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますではまたドラマアニメで放送された金田一少年の事件簿その20年後を描いた金田一37歳の事件簿2023年春からコミック・デイズで月2回連載されますコミック・デイズの詳しい楽しみ方はコミック・デイズ登録方法で検索してみてください 実は動画を見てくださったあなただけにお知らせです。当チャンネルの LINE 公式アカウントができました。LINE 公式アカウントではチャンネルの更新情報をいち早くゲット。質問、ご相談、動画のリクエストは LINE 公式アカウントからお気軽にどうぞ。友達登録の二次元コードはこちら。皆さんのご登録お待ちしています。メンバー限定コンテンツもやってます。 このチャンネルではメンバーだけが見られる特別な動画を配信中さらにディープな内容が楽しめますメンバー限定の推理考察予想やチャンネルに関する裏話未公開シーンなどここでしか見られないコンテンツが盛りだくさんです当チャンネルのトップにあるメンバーになるボタンまたは動画の概要欄のリンクから今すぐご参加くださいメンバーだけの特別な体験をお楽しみに最後までご視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルでは近代一少年の事件簿近大一37歳の事件簿の感想や考察などの 動画を発信していきます応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますまた SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします次回の動画もお楽しみに